動画の撮影で来たのは約1年ぶりぐらいなんですよ。この取材はね、そうそうそう、取材はまあね何度か来てますけど、この動画の撮影はもう約1年ぶりなんですよ。もうね、今ね、何が必要、化粧するときは、はいはい、あのお風呂の前のあの鏡で、はいはい、あれはちょうどいいですよ。どういうことですか。え、余計なの隠してくれてるからよく見えないで。なるほど。で、はい、月に一度髪の毛切りに行くときに、はい、あの美容院の鏡ってすごくね、はい、よく映るから、はい、もうなんかね、もうなんか自分の年齢をもうこれでもかって教えてもらって、はい、あとのあの暑いときにクーラーかけてこっちであの鏡でやると、うん、もう。化粧しても何の意味もないっていうのをね自覚してしまって、もう本当に今日お母さん今日は結構気合い入ってこう化粧入ってない入ってない、いつもいつもこれで、たまにね忘れて、今日何にもすることないなって言って忘れて、でそのまま犬の散歩にやばいって思って誰も見てないとりあえずその1年ぶりのこの動画の取材なんですけど、ずっとほらコロナでずっとこうやって距離もちょっとこうやって保ちながらですけど、お母さん的にはどうですか、今体調とかそういうので全然問題は問題ない、体調崩したりはなかったですか、うんうん、上層脂は微妙に増えてる。あ、全体で言うと、うん、微妙に、うんうん、ねえ、けどまあ本当にねえ、こう子供たちも、まあ、お父さんも含めてね、こうかかったりした人がいなかったので、いない、今のところね、ね、よかったですよね、うんうんうん、まあ、今のところね。なるほど。お母さん今年で1997年からの夏から取材を開始し始めましたけど、ということは今年で、今年も2020年としたらもう23年、まるまるもう23年が終わろうとして、もう24年目に突入してるわけですけど、お母さんから、お母さんが考えるこう、例えば取材、僕たちとの一番の思い出、印象に残ってることってこの24年間の中でなんかパッと今思い浮かぶことって何かあります？もうどこだっけ、どっかの温泉で、夏行ったのにものすごい寒いのに冷しゃぶが出たっていうの。お母さん、それは1997年、まさに一番初めに放送したあれです、那須の温泉旅行だから、それをきっかけにほら去年行ったじゃないですか、それがあったから、うん、それをもう一回いい思い出に変えるために、いやいや、もう一回雪の中での露天風呂っていうのやっぱり夏はダメだいやけど、そうそうそう、それが一番夏の、え、あの時は1997年ですから、お母さん今いくつぐらいの時、 40? そこそこ40ちょいぐらいですよね。うん、だってあの、そうそうそう、それでみんな急に全員で行きましたから。で、あとね、残ってるのはあのキャンプ場で、はい、あのものすごく虫に食われて、はい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 、もうずっと病院が読むまでしたという。ちょっとさ、それ2000年のあの群馬のキャンプ場、あれね、もうちょっと高いといなかったらしいのよ、はい、何があったんですか、そこの思い出なんですか、ブヨ、みんな、え、ブヨに食われて、ブヨ、うん、え、食われましたっけ。そう、散々食われて、私も痒かったけど瞬時は病院まで通ったから、いやけど、もう医者でよくれって言ってた。いやいやいや、けどあの楽しいこうね、あのキャンプだったじゃないですか。いや、もうあのブヨにはね、それしか思い出がない。けど実はね、あの時の放送が石田さん家として初めて2時間で1本でやったスタートだったんですよ。あの時がやっぱりね、それがね、もうあの冷しゃぶとね、ブヨだよ。いやけど実はね、その時の放送がなんと視聴率が 20% なんですよ。あの当時はね、 20% あの当時はね、すごかったのよね。今はね、あのいろんなメディアがあるから、そうそう、もちろんもちろんあれですけど、でもこの前30何%取ったっていう、取りましたね、ねえ、すごかったですよ。私でさえ見てしまったから、マルザン・マルキーが一番最後だけ、ね、全然前は見てないの。え、ずっと見てなかったんですか。全然見てない。あのね、見ちゃいましたね、あんまりね、あのこうドアップに来るようなのって好きじゃないから
ゃ最後だけ一応話のネタに、本当に最後の方、最後から見ないで最後の方をちらっと見て、あなるほどエンディングこれねっていつまで途中まで見てエンディング見ないで終わっちゃうっていうのがあって結局何だったのって思うが、今回はエンディングだけ見て、うん、でいろんなところでいろんなこうメディアが言ってるから大体内容は分かるじゃないの。なるほどなるほど、それをかいつまんで何となくこう、あこんななのねって言って最後はいはい、終わりを見て、なるほど、であれはね、もう続くっていう感じで追ってましたねなるほどと思って。